ウクライナ空軍 SU-24 攻撃機からストームシャドウ巡航ミサイルを発射する新たな映像が公開。8月4日のウクライナ空軍の日、毎年8月の第1日曜日にウクライナ空軍は記念動画を公開しました。空軍司令官のミコラ・オレシチュク中将は、ロシアとの2年半の戦いで空軍は8000機以上の敵航空目標 数百機の飛行機やヘリコプター、数千機の巡航ミサイルや無人機を撃墜した。ウクライナのパイロットは2万回以上出撃したと説明しています。なお、ウクライナ空軍の創設は、ソ連から独立した翌年の1992年なので32周年ですが、2004年に空軍と防空軍が統合されており、この時から数えると20周年になります。 ウクライナ空軍20周年動画2004年に防空軍と統合所出のウクライナ空軍の実戦映像が多く含まれていますがロシア軍に情報を与えない目的なのか一部の映像はアメリカ陸軍の演習映像が使われていますハイビーチや運用の傾向を知られないようにパトリオットの実戦映像はなるべく出したくないのでしょう SU-24 攻撃機から発射される ストームシャドウ巡航ミサイル今回の記念動画にはウクライナ空軍の SU-24 攻撃機が A2 から供与されたストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイルを発射している様子が映っています公式からの発射映像はおそらくこれが初公開となりますストームシャドウ10日の瞬間今回のウクライナ空軍から公開された動画では 2と3の様子が映っています。なお、1の蓋を投棄する様子は映っていませんが、2の垂直安定翼がミサイル本体から飛び出す理由は、1で投棄した蓋が安定翼に当たって損傷しないように収納しておく目的だと思われます。ウクライナ空軍 SU-24 攻撃機のストームシャドウの透コ高度は正確には分かりませんが、低高度ではないですが、 高高高度度といい、いいううわけででもない中高度くらいで発射しているように見えます。戦争反対、徴兵器費でロシア人が大量国外脱出、受け入れ国で住宅価格の高騰、インフレ率アップ、ロシアのウクライナ侵攻が2022年2月に始まり、ウクライナ国民だけでなく、侵略国家であるロシアからも国外脱出した人が出た。 その数は2022年には80万から100万人とロシアの移民専門家は推測する。国を後にした人の理由は大きく2つに分けられた。戦争反対と徴兵機器否だ。そんなロシア人の行動をメディアはエクソダス、聖書の出エジプト機にあるような大量脱出、集団移動と書き立てている。 人気は旧ソビエト社会主義共和国連邦の国々ロシア人が移った先は旧ソビエト社会主義共和国連邦の国々が目立った中でもパスポートなしでもロシア国内で身分証明書の役割を果たす国内パスポートさえあれば入国可能なカザフスタンキルギスタンアルメニア各共和国などが人気だった他にもトルコ タイ、ベトナム、UAE といったビザ免除国に移ったロシア人もいる。ビザが切れると次のビザ免除国へ移ったり、一旦出国し、また同じ国に戻ったりと、一時滞在を伸ばす形でロシア国外での生活を続けている。ロシア政府、ウクライナ侵攻を批判する国民の財産を没収。国外に逃亡するロシア人が多くいる中で、 ロシア政府も黙ってはいなかった AP 通信によれば2023年4月には徴兵の通知を郵送から電子交付に切り替えるという政府令が下った地元の徴兵事務所に出願しなかった場合は渡航禁止と運転免許証の停止ロシア国内の資産凍結という罰則が課せられた同年12月には欧州兵 ロシア連邦保安庁の職員、国家機密を見られる立場にある人などが渡航禁止となったさらに通告後5日以内にパスポートを政府に渡さなくてはならなかったことをロイター通信が伝えている今年2月に可決された法によればウクライナ侵攻を批判するロシア国民の財産を没収できる権限が政府に与えられたそうだ プーチン大統領の恐怖政治が強化されていくといったところだろうか。キルギスやウズベキスタンでは家賃が前月比50%超アップ。ロシア政府による動員が行われた2022年9月からの数ヶ月間、ジョージア共和国の首都トビリシやア,アルメニアの首都エレバン、キルギスの首都ビシュケク、カザフスタンの最大都市、 アルマトイといったロシア国境に近い都市では流入してくる多くのロシア人が貸家屋を占領する結果となり家賃が強盗すでに家を借りていた人々が貸家屋を追い出される事態にまで進展したキルギスの賃貸情報プラットフォームとウズベキスタン国家統計委員会が行った調査によると同年10月のビシュケクとウズベキスタン共和国の首都 タシケンと両都市の家賃は前月比で各50%以上上昇したという。また同時期、中央アジアのニュースを扱う独立系報道機関、ユーラシアネットは、ロシア人たちが持ち込んだ資金がインフレに拍車をかけたことを伝えている。前年同月比で2022年12月のインフレ率は、カザフスタンでは20%を超え、 ウズベキキススタンではキルギスでははルギに達したという。カザフスタンでは無用の長物のロシア人もアルメニアでは経済貢献者旧ソビエト連邦の国では一般的にロシア人たちの受け入れは問題というよりチャンスと考える風潮があるしかしそれも国によってかなりの違いがあるようだ。 カザフスタンでも流入したロシア人の影響が家賃高騰に見られる34%の上昇率を記録すると国民の不満が一挙に高まったとユーラシアネットが伝えているカザフスタン国立銀行曰く移民ショックで2022年12月のインフレ率が20.3%を記録した国家統計局は特に食料品のインフレ率はさらに高く だったたと発表したカザフスタンは豊富な天然資源に恵まれた裕福な国でロシア人を受け入れる経済的メリットは薄いそれどころか天然資源や関連施設などの国有化を阻む原因にもなりかねない昨年1月出入国を繰り返し無期限滞在するロシア人に対する入管法を改正90日間のビザなし滞在を終え 出国後90日間は再入国を認めなくなった一方2000年代から IT 産業の成長が著しいアルメニアではロシアからの移入者は頭脳流出に悩む同産業の助っ人となっている世界銀行や国際通貨基金 IMF はアルメニアの2022年の GDP 成長率は4.8%と予想したが 実際はだったこれはロシア人移民のおかげと言われている2023年後半アゼルバイジャンとの紛争にロシアがアルメニアを支援しなかったため政府間の関係は悪化しかし一般人のロシア人歓迎の姿勢にはあまり変化がなかった不動産価格の高騰もないわけではない社会的な緊張や国民の不満の声は あまり聞かれていないなロシア寄りでありながらも中立の立場を貫く UAE90 年代から裕福なロシア人のビジネスの場でありホリデーデスティネーションでもあるのが UAE のドバイ主張国だ UAE を含む湾岸アラブ諸国はロシアをはじめとする石油輸出国機構 OPEC に属さない産油国が組織する オーペックプラスへの出資を行っており両国のつながりは深いロシアのウクライナ侵攻が原因で起こった石油の値上がりは UAE にとっては都合がよいロシアを非難したり制裁措置を取ったりしても自国にはメリットがないので UAE の立場は中立だロシア人に対して以前同様到着時に90日間滞在可能なビザを発行している 流入してくるロシア人によってドバイでも住宅不足が起こっているのは事実だウクライナがロシア領内爆撃石油施設などをドローン攻撃ロシア南部ロストフ州カメンスキー地区の石油所蔵施設が8月3日未明ウクライナ軍のドローン攻撃を受けて援助をしたロシア国防省は同日ロシア国内で広範囲にわたり 複数の標的がウクライナ軍の大規模ドローン攻撃を受けたと発表した同国防省は声明でベルゴロド、クラスノダール、クルスク、オリオール、ロストフ、ボロネジ、リャザン地方などの上空でロシア軍の防空システムが合計75機のドローンを迎撃し破壊したと述べたロストフ州では55機の攻撃を受けたが そのうち36機を撃墜ししたた。と、同州知事がオンンラインで明らかにした一方、ウクライナ参謀本部はフェイスブックへの投稿でウクライナ軍はロストフ州モロゾフスクの飛行場を攻撃誘導滑空爆弾が弾薬庫を直撃さらにベルゴロドクルスクロストフの各州で燃料貯蔵施設を爆撃したと述べた。